赤番のホームで九州3人動いていきました。北日本勢前に踏んでいって、さあ突っ張り7番の姿の漁師、1番の三井武は中段サラシです。前に出られなかった2番橋本リーク、再び5番手退いてジャン前バックに入りました。少し追い出している2番橋本リーク、前町の7番姿のりよし、このまま突っ張り先行か。残り1周半になりました。少しスローペース、5番手の状況、続く2番橋本リーク、何度もバンク上に駆け上がっていますが、7番姿のりよしが見続けていまして、1列棒状のまま最終周回に向かいました。さあ2番橋本リークがホーム戦手前からの仕掛け、4番大竹が離れます。7番姿がそれでも突っ張っていって、3番高橋秀吉の牽制、1番三井武は足を使わずに3番手です。さあ地足で2番橋本リーク、3番手から2番手、さあ北日本勢に並んでくる 200m を通過した。あとは1番の三井武、3番手から外へ出そうとしているが、北日本両者7番姿の先行に、3番手から1番の三井武が強襲してパッツァー捉えるか。1番三井武差し切ってゴール、2、3着接戦で5番丸山健一追い込んで、内は3番高橋秀吉。